50丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、シアターディストリクトの北西角にあたるブロードウェイ -50 丁目交差点にある。1系統が、終日、2系統が、深夜帯に停車する。開業当時の最式陶器製の駅名標、リリアナポーター作のモザイク50丁目駅は、相対式ホームに目に線の駅で、1904年に、 ニューヨーク市地下鉄が開業した当初の生誕駅である。開業当時の最式陶器製の駅名標は校内の模様替えの際に撤去されてしまったが、一枚はニューヨーク交通博物館に保存されている。50丁目駅には1994年からリアナ・ポーターが制作した一連のモザイク作品、アリス・ザ・ウェイ・アウトが展示されている。これは ルイス・キャロルの不思議の国のアリスのキャラクターを描いたものである。各ホームの中央に改札があり、ホーム間の連絡通路が設けられていないため、改札内で南北ホームの行き来はできない。改札には自動改札機とトークンブース、新聞販売所が並んでいる。北港ホームには階段が4つあり、うち一つはビルの中に設けられている。 南広ホームには50丁目南側の地下商店街への出口とパラマウントプラザの南側沈商庭園への出口がある。1987年9月7日、アレックス・カンバが50丁目駅ホームから線路に転落した。これを見たエドウィン・オルティス、ジェフ・クーン、メルビン・シャットの3人は線路に飛び降りて、カンバをホームに押し上げようとした。カンバの体重のため難重したが、 なんとか列車が到着する寸前にカンバを退避させることができた。この逸話の再現映像が1991年9月17日のレスキュー911で放映された。ありがとうございます。